足跡って濡れるんですか？答えは、はい、マッチングしました。雑踏マーケット。今回ちょっと塗らないで、歩いてみます。で、歩いた時に、足跡が、つくんですけども、これですね。これ塗りポイント入るんじゃないかっていう、人が、まあ、ちょいちょいね、いたので、検証。で、もしかしたら、これがなんか、0.1% 分になって勝つみたいな。なんかね、そういう風にコメント欄に書いてた人がいたんだよ。引き分けの動画撮った時に、足跡がついちゃってるんじゃないですかっていうコメントを見たので、これね、結構前から撮りたかったんだよ。でもさ、右上のポイント変わってないから無理だよね、これもう。だってさ、足跡だけでこれつかないもん、ほら。これつかないじゃん。レール。俺の足跡で。足跡持ってこよう。ここにインクつけて、よし、足跡持っていこう。どこまで行くか。つかねえ。絶対つかない。1分後。どう？どうだ変わるのかな、パーセンテージ。え？ん？ん？あれ、どういうことだ、これ。0.2 と 0.3 どういうことだ？足跡もしかしたら、足跡もしかしたらさ、ポイントに入ってんのかな？見えないポイント加算されてんのかな？ちょっと謎なんで、この円から出ないようにして、足跡つけないように待ってみます。3分間待つので、会社落ちないように頑張ります。うわ、出たくなるわ。出たいわ。これ出たいな。出たい。すごい出たい、リスポン。ああ、危ない。出たい。出たい病。危ない。何もしてないよ。1分後。さあ、どうなるか。あー、もうこれデフォルトだね。こうなるように仕向けられてるんだよ。塗らなくても。そういうことだな。